厚見温泉駅は山形県鶴岡市厚見坊にある東日本旅客鉄道右越本線の駅である。優等列車のうち特急稲穂と周遊型臨時寝台列車トレーンスイート四季島が停車する。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線のホームを有する地上駅で互いのホームは地下通路で連絡している。JR 新潟ビジネスが住宅する。 業務委託駅で、坂田駅が当駅を管理する。駅舎内には、友人改札口、緑の窓口、タッチパネル式自動券売機、屋内待合室が設置されており、化粧室は駅舎外左側に設けられている。2013年に駅舎待合室部分を中心に、2017年にはトレーンスイート式等の停車に合わせ、島専用ゲートの整備駅舎や、 地下道等の改修が行われた。当駅を始発、終着とする列車が一往復のみ存在する。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は65人である。1965年度、1970年度、1975年度、2000年度以降の推移は以下の通りである。西側は道路を挟んですぐ海である。 駅名にある厚み温泉は当駅からはやや離れている。特急、稲穂の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。小岩川駅と当駅の間には国鉄時代の伏線化計画の名残である新線用のトンネルが完成している。現在のところ切り替えの予定はないが、右越本線高速化や2006年7月に同区間で発生した土砂崩れを受けて、 山形県が JR 東日本に未使用の構造物の活用を提案している。ありがとうございます。